How much? This one Hermes 800. 80? Yeah. Yeah. 20? Yeah, いいかもしれんぞ。めっちゃ読んでる。勉強熱心やな。What are you doing? I'm good. I'm fashion designer. Fashion designer? Yeah. さあ、ということでやってきました。フランス、パリ。今回はバンブーマーケット。よくね、飲みの市とかね、言われる、まあ、場所なんですけども。まあ、早速始まってるんやけど、ちょっともうこの地べたゾーンは飛ばそうかな。うん、来るときに、実はこっち、ここ一回この通りだけこう通ってんけど、なんか怪しい商品が集まりだして、うん、このちょっと地べたゾーン越えたら、まあ普通のマーケットっぽくなっていくから、もうここさっと越えて、まあなんでここから始めてるかっていうのは、まあこういうのもありますよっていう。でね、もう怖いから。フランスもマジでスリ多いから。俺も半年前ぐらいに来た時に、もう目の前でスリ見たぐらい脅威。うん。なんで、ちょっとね、まあちょっとこれマジ気をつけなあかんから、もうここ。うん、釣りに気をつけながらね、ちょっと楽しんでいきたいなと思います。まあちょっとこの辺はね、こういうのとかさ、いろいろあるけど、なんか変なスマホとか、まあ確実に撮ってますわ。吸ったやつ売ってます。怪しすぎるから、まばらにあるスマホ、うん、出て撮ってます。でもちょっと早速ね、始まってきましたけど、まあここ別に服とかじゃない、服っていうかどっちかというとこういう骨董品系とかで、知らん人のまあ肖像画、うん、とかがね、結構有名なマーケットになってます。いや、こういう革靴とかも普通になんかええのありそうやからな。全然ありがとう。はい、ボンジュール。ボンジュール。いや、あ、チャーチの革靴。チャーチ。ハウマッチ。サントニー、ウィンストン。ハウマッチ。80ユーロ。ああ。いや、普通かっこいいチャーチの。いや、ビューティフルチャーチ。Thank you. How much? ん ?How much? Yeah. Best price. Yeah, yeah, I know. How much? How much? ん?試されてるね。お前の値段によってはみたいなことよ。3ユーロ。3ユーロ ?3? 嘘嘘。50?OK, I'm thinking. OK. Yeah. 潰らされました。滑らされてサッカー見よう。3が一番おもんなかったな、さすがに。50になるんやったらもう最初から50にしてほしいわ。あのやり方な、やられると一気に信用なくすねんな、正直。あのキャッチと一緒。最初なんか3000円飲み放題でどうですかって言った後に急に1500円になるやつみたいな。え、そしたら別に最初からもうその1500円の価値なんやったら最初からそう言っといてくれよっていう、そこでちょっと信用なくすというかな。いや、こういうでもさ、なんかガラクタ系もめちゃくちゃかっこいいよな。なんかわかんない、これフランスに置いてあるからかっこいいんかな。日本に置いてあったら別になんとも思わん。ただのなんかその錆取るハサミやんけとかぐらいしか思わんのかな。これフランスマジックの可能性あるな、この辺はな。ちょっとフランスっぽい、このかっこいいね。それ結構しっかりとずっしりした厚みある。ハマチ、ハマチ、150? 150? あ、OK、Thank you。 150ユーロですかね。で、まあこっちもあるんよね、多分。ここ曲がって、やっぱこういうお皿とかが多いな。お皿とかコップとか、パリオリに近づいてるからな。うん、本、これマジ本、あ、楽譜や、すげえ。音楽家の人とかちょっとそそられんじゃん。これ見て弾いたらどんな音出るんかなとかいう感じで、俺もちょっと気になるし、弾かれへんけど、ピアノとか。How much? 80? Yeah. How much? This one, 1,500. Oh. It's a double. One. Two items for 1,000. Yeah. One, two, three. Yeah, thank you. 1,000 ユーロや。1000、まあこれ2つ、これとこれでな。まあ、普通かっこいいよな、この。いや、かっこいい、めちゃくちゃ。これ190ユーロのな。ここちょっとガチだよな、ガチ服。いや、こんなんとかええやん。めちゃくちゃええ色や。でな、ちゃんと生地しっかりしてる、全部。だから、
1000ユーロってえぐい値段やけど、ぼったくってる感はないねんな、わからんねんな。でもこの価値が、このブランドのアーニーズパリス、アーニーズパリス、いいブランドなんやろな。普通に生地とかしっかりしてるし、かっこええから、ぼったくってる感はない。別に全部普通にかっこええ。ああ、Thank you。 このルーズリーフメモ帳みたいなことか。ああ、それぐらいわかるな、さすがに俺も。 How much? 80。 ああ、これでもかっこいいな、これメモ帳代わりにさ、こんなん出てきたら。財布とかもね、この財布のさあ、まあ入るか、全然全然入るけど、三つ折りになっちゃうよな、日本円やったら。どうやろ、多分。うん、すごい、あ、そう、わかるよ、さすがに俺も。うん、でそこに紙幣入れてな。あー、ナイス。How much? 50。 あー、いいお店です、ここ。なかなかかっこいいお店やった。ちょっと舐められすぎてたけどね、あの俺が。うん、初めて財布見たやつの対応されました。いや、ちょっとガチっぽくなってきたな、スタートがちょっと怪しすぎた。このハンドル、だん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  奥か手前なんか分からんけど、こっちに来るにあたって、こっちとか、まあ歩いて行ってる方向に向かうにつれて、物が良くなっていってるような気する。でもこの本とかもさ、すげえ、めっちゃ読んでる、勉強熱心やな、めちゃくちゃ。なんか探してるんかな。だってさ、危な、こんな本とかさ、普通このおしゃれなカフェとかのさ、なんか後ろの背景にこう引き出しこう入ってるけど、ここ固まってるやん、もうもう、なんか本の感じした物体みたいな感じ。もうこれガチやからな、ここもうちゃんと本やから。だからこういう本物置いてる方がやっぱかっこいいから、こういうところで集めるのええかもな。あの安っぽい本の形した物体じゃなくて。マジで天才なんちゃう、あの人。分からんけど、天才学者の可能性あるぞ、探し方が。最後なんか小原のみんなが捨てた本とかじゃない、あれ。えぐい歴史書いてる、もしかして、あの本。こういうとこであんな真剣に見入ることあるんや、本を。いや、でも思ったより長い、この奥結構続いてる、もしかして。結構な長さしてるな、なんかかっこよさそうなもんあるで。いや、ミリタリーみたいなことなの、多分。合ってるか分からんけど、1985。 How much? 20? いや、いいかもしれんぞ。 No、 びっくりした。ちょっとオードリーみたいなことだと。そんなおかしかった。これ20ユーロか。ホラード。多分サイズ的にはぴったしやな。うん、ちょっと一回だからここステイさしといて、また後で。あー、でもなんかいろいろ出てきたで、こんなんとか。かっこええ感じのいろいろ出てきだした、もしかして、やっと。いやー、こんなんも普通にかっこええけどな。ちょっとちっちゃいか。1990。ああ、Thank you。How much? 60. ああ、good price。やっぱあの、ああいうさ、ネイビーのあれとか、ああいうのがフランスっぽいよな。うん。Yeah. What are you doing? I'm fashion designer. Fashion designer? Yeah. Really? Yeah. Great. You can check my. いや、確かに。ファッションデザイナーっぽいわ。いや、good fashion。 Good fashion。 I also create beautiful pieces, beautiful dresses for women, and I used to wear celebrities. Celebrities, women, celebrities. Like Tiger, Paul Pogba, a lot of that. You can go check on my Instagram. Oh, okay. Veloso style. Veloso style. Veloso style. Instagram, check してみて。Veloso style. By the TikTok also. Veloso style. Who's style is famous?
who star famous that I wear was Tiger, Maluma. Tiger. Yes, the rapper. Tiger Woods. The American rapper. American. Yes. なんかすごいなんかタイガーのファッションスタイリストやから。Wonderful. How can find the video? Yeah. Nefi. Yeah. Jumper. Wonderful. Thank you.やっぱフランスとか来たらやっぱねパリコレとか有名ですから、ああいうファッションデザイナーにも会えます。ちょっとねインスタグラムなんか言ってくれてたからチェックしてみて、あの人のやファッションデザイナーっぽかったもん、なんかもう雰囲気がもうちょっともうあんま大きい声出さへん俺と違って、うん、もうアホみたいにやっぱ大きい声出さへんねんからファッションデザイナーって。見た、あの俺はなやっぱ俺みたいな自信ないやつのピースってやっぱこうや、自信ないから自分に。でもやっぱファッションデザイナーとまでなるとやっぱタイガーのスタイリストとかしてるから、ほらエグザイルピース LDH ピース出るからやっぱさすがよ。あーこういうのさマジ1個欲しいねんな、こういうバッグでな、これを別に普段使いで使うとかじゃなくて収納として置いときたいよな、こういうの。もうなんかこの中に全部詰め込んだらさ、もう外見かっこいいからもう最高やん。これええよな。あでもあの箱もええな、奥の。こういうのって大体いくらぐらいすんの ?45 ユーロ。まあでも大体それぐらいな、50、まあそれぐらいなのな、多分。45から100、1000ぐらい。いや全然なんかええけどな。今はいらんけど、全然いいと思う。なんかこのコーヒーマシーンとかもさ、こんなんちょっとかっこいいけどな。多分あんまりあらんやろな、これぐらいじゃ。やっぱ最新のコーヒーマシーンとかの方がやっぱ細かくは削れるんやろうけど、なんかあえてなこうインテリアにもなるようなコーヒーマシーンを置いてガリガリやるっていうこの面倒くささもまた良かったりするからな。やっぱこうカンカンシリーズね、カンカンとかもやっぱええから。 How much? 20? あ高いやろ、そんなにいいカンカンなの。すっごいやん。え、持っていいんかな。重っ、結構重いわ、しっかりしてる剣。これちょっといくらか剣。 How much? Excuse me. How much? 100? 100? Yeah. ちょっと高圧的な100でしょ。ナポレオンとかが持ってるタイプの剣なんかな、こういうの。100ユーロか100ユーロ。さあということで、バンブーマーケット回ってきました。まあまあなんか、うん、結構服ってよりかはほとんど骨董品やったり食器やったりの中にまあちょろっとアウターも置いてますねみたいな感じの、うん、マーケットでしたね、うん、ということで今回の動画面白いと思っていけばぜひチャンネル登録よろしくお願いします。何か感想などコメントお願いします。ついでに広告もお願いします。ということでインスタグラムもぜひチェックお願いします。ではまた。